ブランドン・クラークはカナダ・ブリティッシュ・コロンビア州バンクーバー出身のプロバスケットボール選手。NBA のメンフィス・グリーズリーズに所属している。ポジションはパワーフォワード。カナダ・ブリティッシュ・コロンビア州バンクーバーでカナダ人の母、ジャマイカ人の父の間に生まれ3歳の時にフェニックスに移住した。フェニックスのデザート・ビスタ高校に入学し2015年に優勝し、 地方新聞アリゾナリパブリック紙でオールアリゾナに選ばれた。3のゼ州立大学で2シーズンプレーし、1年次にマウンテンウエストカンファレンスで平均10.1得点、7.3リバウンドを記録し、6万賞を受賞した。2年次には平均17.3得点、8.7リバウンド、2.6ブロック、2.3アシストを記録し、 オールマウンテンウェストのファーストチームとオールディフェンシブチームに選出された。2シーズンの後、ゴンザが大学に転校した。3年時にウェストコーストカンファレンスの新人賞、最優秀守備選手賞、オールウェストコーストファーストチームに選ばれた。カンファレンスで新人賞、最優秀守備選手賞を同時受賞したは、初めてのプレイヤーとなった。 スポーティングニュース誌のオールアメリカンサード、チームにも選ばれた。2019年3月23日、NCWA トーナメント戦で、キャリアハイとなる36得点を挙げるかたわら、8リバウンド、5ブロック、3アシストを記録し、シャキール・オニール、デビット・ロビンソンに続き、NCWA トーナメントで35得点以上で、5ブロックを記録した3人目のプレイヤーとなった。 NCWA トーナメントのチーム得点記録もアダム・モリソンを抜き歴代1位となった。2019年の NBA ドラフトにて全体21位でオクラホマシティ・サンダーに指名された。2019年7月7日、ダリアス・ベイズリー将来のドラフト2巡目指名権との引き換えにメンフィス・グリーズリーズにトレードされた。2019年の NBA サマーリーグでは4回の ダブルダブルを記録するなど MVP に選出された。2019年10月23日 NBA デビューとなったマイアミヒート戦でベンチ出場から8得点7リバウンド1アシスト1ブロックを記録したがチームは101から120で敗北した。ありがとうございます。